皆さんこんにちは。まるで日本のサグラダ・ファミリアとも言える様相を見せています。7年半前に始まった秋篠宮邸の改修工事は終わりを迎えたかと思いきや、あれこれと理由をつけては追加工事が繰り返され、まだまだ完成の日が見えてきません。あまり話題にならないものの、こういった報道が出てきている以上、国民に向けて丁寧な説明が必要な段階に来ているのではないでしょうか。秋篠宮ご夫妻は10月5日、京都府立植物園の開園100周年を記念する式典に出席され、記念植樹に臨まれました。紀子さまが植えられたのは、学問の神様として名高い菅原の道真にゆかりのある紅和紺梅でした。悠仁さまの大学受験が目前に迫っていますので、第一志望校合格への願いを込められたのかもしれません。笑顔を絶やさずに公務に臨まれた紀子さまでしたが、その心中は穏やかではないと言われています。紀子さまは9月の58歳の誕生日に際して発表された文書で、インターネット上でのバッシングについて悲痛な思いを吐露されました。思い返せばここ数年、眞子さんの結婚や佳子さまの一人暮らし、悠仁さまの進学先など、紀子さまは悩ましい問題に向き合われ続けてきました。特に議論を巻き起こしたのが、国民がコロナ禍で日常生活を制限され困窮する中、大金を投じて行われた秋篠宮邸の改修でした。どうやら最近、この秋篠宮邸で新たな修繕工事の計画がスタートしたようなのです。10月1日には宮内庁のホームページが更新され、秋篠宮邸各所修繕第2回工事が明らかになりました。そもそも秋篠宮邸を新しく建て直す計画が持ち上がったのはおよそ8年前、2016年頃のことでした。秋篠宮様が皇嗣になられる御代替わりを控え、当時の秋篠宮邸は築40年を超え、老朽化が目立っていたので、大規模な改修は当然のことでした。着工は2017年1月で、工事は二段構えで行われました。まず工事中の秋篠宮ご一家の仮住まいとして御家宮所を建設、続いてご一家が移り、無人となった秋篠宮邸を建て替えレベルの全面改修。工事終了後、ご一家には秋篠宮邸に戻っていただき、役目を終えた御家宮所は職員の事務所や収蔵庫として活用する計画でした。と話すのは、ある宮内庁関係者。2019年2月には、総工費9億8000万円をかけて御家宮所が完成し、秋篠宮ご一家は住まいを移されました。しかし、ここから徐々に計画にほころびが生じ始めます。秋篠宮邸の改修の当初の予算は25億円でした。ところが2020年に工事が始まると、5億、2億、1億円とたびたび予算が追加されました。重空間へ強いこだわりがある紀子さまが、大理石はイタリア製でもっと金をふんだんに使ってほしいと様々なリクエストをしたからだとされます。結局総工費は予算から10億円近く増大し、約35億円に達しました。と前室の宮内庁関係者は続けます。佳子さまの予想外のご希望も工事を迷走させました。秋篠宮邸が完成した後、ご一家揃って引っ越される予定でしたが、佳子さまがそれを拒否。佳子さまだけは御家宮所に残られ、実質的な一人暮らしをスタートされたのです。御家宮所は秋篠宮邸の分室と名称を変え、佳子さまの生活スペースを追加工事することになりました。当初の予定では、分室は職員の事務所だったので、佳子さまのためにコンセントや電話線の配置、家具の個数などの変更を余儀なくされました。結果的に追加工事費として約1億4000万円が投じられました。その分、分室の職員のスペースが減ったため、2023年には事務棟や倉庫棟などを新設する事態になり、さらに5億6000万円が費やされました。秋篠宮邸と分室、新設した事務棟を合わせると、かかった費用は実に50億円超。
すべての工事が終わったのは今年3月で、この時点ですでに着工から7年半の月日が経過しています。しかし、驚くべきことに、ここから新たな修繕工事が行われることになったのです。5月末から秋篠宮邸の内装や電気設備に関する、いわばリフォームのような修繕工事が始まり、50億円とは別に約1400万円がかけられました。その工事が終わったのは9月末。さらにそこから日を置かずして第2回の修繕工事が始まるというのです。第2回修繕工事の工費について、女性セブンが宮内庁に尋ねると、過去に発表された工事費には含まれておりません、との内容だったといいます。つまり、新たに費用が発生するということです。ある皇室記者は、秋篠宮様は佳子さまの一人暮らしについて、国費に絡む工事を行う場合、最後に決めるのは私です、と説明された。ということは、今回の修繕工事についても、秋篠宮様、紀子様が承諾されたと考えるのが自然でしょう、と話します。たびたび繰り返される修繕工事ですが、とりわけ紀子様が大切にされているのは、悠仁さまのご環境だといいます。紀子様は、悠仁さまご誕生後、秋篠宮邸の庭部分に子供部屋を増築されました。2020年からの秋篠宮邸の改修に際しても、トンボの研究に勤しまれる悠仁さまが、標本などを置くスペースが十分取れる部屋を作ろうとお考えになったようです。悠仁さまの研究のために、赤坂御用地内の改修が見送られたこともありました。赤坂御用地にある菖蒲池には、木造の橋がかかっていました。老朽化が進み、すぐにでも改修が不可欠と見られていたのですが、悠仁さまたちがトンボの調査を始められた2014年頃から、菖蒲池はもちろん、他の三池周辺での工事がパタリと止まったのです。三池周辺の生態系を工事で壊すことはできないという配慮があったからだと言われています。そのおかげで、2023年11月に、無事完成にこぎつけた御用地内のトンボの生態をまとめた論文は大学の推薦入試での合格の鍵を握るとも言われています。工事が続き、いつまで経っても完成しない秋篠宮邸、このまま工事が小刻みに続いていくことの弊害はないのでしょうか。そもそも原資は税金なので、国民にとって工事内容や工事費用が分かりやすくなければいけません。しかし、工事や工期を細分化させ、長引かせることで、工事の全体像や総工費が明瞭でなくなります。より丁寧な情報の公開が必要でしょう。と、眉を潜めるのは、前室の皇室記者。第2回修繕工事について、宮内庁は、秋篠宮御本邸内の補備工事となります。現在、工事内容の精査、調整を行っているところであり、工事の具体的な内容や価格等についてはお答えを控えさせていただきますと回答しているといいます。秋篠宮邸が完成を迎えるのはいつになるのでしょうか。いかがでしたか。あまり報道されない秋篠宮邸の改修工事ですが、まさか50億円にもなるとは思いませんでした。この改修工事の金額や内容について皆さんはどうお考えになりますか。ぜひコメント欄で教えてくださいね。最後までご覧いただきありがとうございました。